皆さんこんにちは。販売会社メカニック4名を代表してスピーチさせていただきます、高野勇気です。私たちは実践トレーニングとして今年の7月にシルクウェイラリー、8月にはラリーモンゴリアと2つのラリーに参戦しました。私自身初めての海外、そして初めてのラリーで驚くことも多く、勉強になることもたくさんありました。2号車を整備したシルクウェイラリー、1号車を整備したラリーモンゴリアと違う部分の多い2つのラリーでしたが、この2つのラリーを通して気づいたことが1つあります。それはチームワークの大切さです。ラリー中、私たちにはそれぞれ仕事の担当が決まっています。それは整備に関係するものであったり、直接整備には関係のないものであったりしますが、それぞれ任された仕事を日々責任を持ってこなしていきます。しかし時には他の仕事を頼まれるなど予定外のことが起き、限られた時間の中で忙しくなってくると、どうしても気持ちの余裕がなくなってしまうことがあります。実際私は仕事を抱え込んでしまい、気持ちの余裕がなくなってしまいました。しかしそんな時はチームの仲間が必ず声をかけてくれました。仲間に何度も助けられ、何とか無事に乗り切ることができ、チームの大切さを実感できました。またラリー中の整備作業では日野レンジャー1台につき、多い時で6人から8人で作業することがあります。そうすると自分が作業したい場所が他の人と重なってしまうことがあります。そんな時に作業場所が重なってしまっている相手に自分の仕事を不安なく頼め、また頼まれた側も気持ちよく引き受けられる、そんな信頼関係がチームの中にあることが大切です。毎日想像を超える場所を走り抜いた日野レンジャーは、大きな部品交換や板金修理、電気配線の修理が必要だったりします。一人で全ての作業を行うことは不可能ですが、私たちはチームです。私たちはそれぞれ得意な作業が違います。自分を含めチームメイトみんなの得意不得意を認め合い、お互いに助け合うことがチームワークだと思います。またチームワークが良いことが世界一過酷と言われるダカールラリーを戦い抜く上で大切なことだと私は思います。この数ヶ月でシルクウェイラリー、ラリーモンゴリアと2つのレースで様々な困難を乗り越え、私たちは最高のチームとなりました。このチームで歴代の先輩方がつないできた連続完走とクラス連覇の記録をさらに伸ばし、昨年以上に総合上位を目指し、チーム一丸となり過酷なラリーに私たちは挑戦いたします。私たち販売会社のメカニックはそれぞれの地元でそれぞれの家族があります。そしてそれぞれの思いを込めて今回のダカールラリーに応募し参戦することが決まりました。実は私の父も整備士をしており、父はオフロードの車やレースが好きです。そんな父の影響で幼い頃からダカールラリー、日野レンジャーという存在を知っていました。このダカールラリーにメカニックとして参加することを目標とし、群馬日野へ入社、この日まで精一杯努力してきました。そんなダカールラリーという世界の舞台で整備士として戦えることが父の夢であり私の夢です。また私だけでなく、ここにいる横浜日野の木下さん、富山日野の山内さん、神戸日野の渋谷さん、そして全国で応援してくれている日野販売会社のメカニックにとってもダカールラリーは夢の舞台です。そんな夢の舞台に立つことを支えてくださっている全ての方へ感謝申し上げます。本当にありがとうございます。最後になりますが、2018年ダカールラリーを最高のチームワークで戦い抜き、日本にいる皆さんに興奮と感動と夢を届けられるよう全力で挑戦してまいりますので、私たち日野チーム菅原を応援をよろしくお願いいたします。以上で終わります。ありがとうございました。